空間、自分の体がある空間とか、あとは空気感とかからインスピレーションを得るんですけども、そうですね、やっぱり自分がこう生きてきた中で囲まれてきたもので音でまだ捉えられてないな、捉えたいなって思うものにすごく惹かれるんですけど、こう全身感覚で受け取ったものを音に変換している感覚があるんですね。すごくそういう意味ではもともとあるのかもと言えるのかもしれないし、そう、それが全身感覚を通して自分の生きてる体で受け取って、でそれを何だろうな、一旦こう心臓あたりでこう泣きたくなるような感じが結構あったりとかするんですけど、それで手を動かして脳を動かして出力みたいな感じです。音の質感に興味がある中で、その中でも一番その興味がずっとあるのが人間の欲望についてすごく興味があって、消費的社会的なこともそうなんですけど、こう欲望をコントロールするような感じとか、その行き過ぎた部分とかをこう、そうで、なんかこう見たくないところをテーマにしたりもしてるから、そういうのの実践を通して、なんかこう、あ、こういうのも人間あってもいいのかなみたいな、こうなんかこう一つの需要というか、うん、なんかそういうありかね、のになったらいいかなとも思ったりもします。これは私の場合は大都会の騒音ですね。ときめいたり刺激を差し出せたら嬉しいなって思うんですけど。